『ミュージックステーション』とかはねあれ全部生なんでねもう9時になったらもう笑あの泣いても笑ってももう終わってるぞっていうのがあるんですごい楽なんですけどもねフジテレビの夜のスタジオとかだともう録画なんでねいろいろ問題があるともう一回撮り直したりとかなんだかんだでいつ終わるか分かんないんですけども生放送っていうのは本当にそういう風な部分っていうのはまあ気楽っちゃ気楽だけどもまあ間違えれないとかねまあそういう緊張感っていうのはすごいあるわけなんですけどもあれもうそんなに大きいっていうか まあ、いろんなアーティストが出るじゃないですか。あのステージ、あれ自体が全部下に車がついてて出し入れするんですよね。ワンアーティストごとに。今でもそうだと思うんですけども、タモリさんと話をしてる間とか CM の間、その時に終わった人たちのステージ、それがだから文化出式になってて、いくつかのなんか山台みたいなやつがこう、人力でこうやってバーッと押していくんですよね。で、それで出たらまた次のやつがバーッて入れてって、だからそこの出入り口のところってのはもう本当戦争みたいな感じで、 大騒ぎになってて、変にブ、あの、うろうろしてるともう引き殺されるぞ、みたいな。だから絶対こっから向こうは行かないでください、みたいな、なんかそういうふうなのは僕らにはありましたけども。で、それで、PA の線とか、照明の線とかも、だからその場で外してその場でつけるっていう、もう本当にだからそれも間違えれないしっていうね。基本的には、えっと、リハーサルが、 まずリハーサルっていうのがあって、その後にカメリハっていう、そのカメラとかも本番と同じような動きになってっていうのでやって、その後がもう本番なんですよね。だから全部で3回やればいいだけの話なんですけども、まあだから昼過ぎに入って、8時から撮り始めるみたいな感じ。なんでまあ間がまあ必ずまあ2、3時間空く、開く,くっていう感じなんですけども、そこで台本とかも,も見せてもらえるんで、まあそうすると、かどこのカメラがここの歌詞の場所はこういう風に映すぞみたいな、そういうのも書いてあって、フジテレビのあの、ヒットスタジオの 時は割とそれがだからとカメリ派の時と本番の時で結構変わったりとかするんですけどもおそらくだからその生放送ってのもあるんだと思うんですけども台本通りなんですよね必ずなんでまあそれはだから1回目の時にあの学習したんですけどもあ全部台本通りなんだと思ってでそうすると2回目とかになるともうそれが分かってくるんででそうするとま基本的には右からのカメラと左からのカメラとあとはな引きのな上からこうやるやつとだいたい基本的にはその3つだったのかなあの頃はね。 この右からのやつに行くと、稲葉さん真ん中にいて、松本さんこっちで僕こっち側じゃないですか。えー、っと、だから僕がだから下手で、松本さん上手なわけじゃないですか。そうすると、まあ、こっちから見て右側のカメラからこうやると、稲葉さんと松本さんが映るわけですよ。左側のカメラの時は、稲葉さん映ってて、その後ろに僕が映るんですよね。で、その歌詞の部分のど、どのカメラを使ってるのかっていうのは、その、その時撮ってるカメラが、ランプがつくんですよ、赤いランプが。 なんで、それを見てると、どこから撮ってるのかっていうのは、全部まあ、台本見てもわかるんですけども、まあ、それを見ると、えー、自分が映ってるか映ってないかがわかるんですよね。で、そうすると、自分が映ってる時だけ、ものすごい派手なアクションをしたりとか、なんかちょっと印象的なことをしたりとかっていうのをしてですね、映ってない時にね、やっても意味ないですから。 なんで、ま、その二つが付いてないときは、この弾きっていう上からこうやってるやつなんで、ま、その時はま、映ってるって感じがあるんですけども、その辺ね、なんかね、いろいろメリハリをつけてやってたりとまあ基本的にはあの、歌以外は全部カラオケなんで、ギターとかは、あの、松本さんとかは、ま、最初の頃とからカラオケできたけども、最初のうちは、まずソロだけはなんか、その場で弾くみたいなパターンから、最終的にバッキングもだから、ギターは生でやる。でも、 ベースとかは僕がやってる範囲でも全部あのカラオケだったんで、俗に言う当てぶりってやつなんですけども、僕当てぶりあの、むちゃくちゃ上手なんで、絶対にわかんないですけども <laughs>。この話がです、ね、面白いなと思ったらですね、チャンネル登録をしていただけるとですね、チャンネル登録がですね、1000人超えるとなんか色々といいことが起こるので <laughs>、なんか、ぜひぜひお願いしたいと思います。よろしく。